ちゃ並んでる。はい、出てきた。めっちゃ並んでた。当日券。往復してるわ。暑そう。てか暑い。やっと折り返しました。サントリーの生ビールなのかな、うん、実はあんまり好きじゃないビール好きちゃうんかい言って実はねでも俺ビールの味わかんないから多分今飲んだら美味しいと思う。分かってないもんなあなたが栗の味わからないのと一緒で俺もビールの味よくわかんないちゃん知らんと思うけど栗のやつまだ出してないねどんだけ見てないねじゃあそう実はね栗の何やったっけ食べ比べ栗のやつやったんですけど、あの出すタイミング失ってて、まだ世に放ててない。まあ、別に放たんでもいいかもって思ってる。あ、そうやな。まあ、それまでは皆さんちゃんのビール、キキビールで楽しんどいてください。そうや、キキグリをやったんですよ、キキグリ。な。な。うん大好評。え、何？キキビール。大好評な。大好評じゃない、うん。ファンから大好評やね。一部ファン。一部。一部熱烈。ありがたやありがたや。早速クレープです。餃子や言うて。もうここでどれがいいとかどれが食べたいとか決めていく？そうやね。どうする？決める？うん、一回見る？あ、一回でもほら各回ってみる。うん、回ってみようか。オッケー。暑くてさ、参りそうやわ。で、太陽の塔の裏。あ、芸人もいますからね。今誰ですか？今誰？今ラニーノーズかな。え？違うわ。大道芸スペシャルか。あ、今は12時37分。この人おる。おいしい。なんだかやったら筋肉が効いてるんじゃないですか。めっちゃすごいね。すごいすごい。素材の中に筋肉の声がすごいです。あれ？ちょっと待って。あ、私この人好きな人じゃない。カメポスターやん。うん。すごいわ。なあ。うん。プレーを大丈夫。ちゃんいたやん。ちゃんいけてる。君の心を見つけたやん。どうも。いただきます。あ、うまいわうまいわなんかこれチケットゲットできました。一番リッチなやつちゃんが買ってくれました17枚。しっかり餃子食べましょう。しっかり食べますまずは大阪王将とスギル TV のコラボ。
初日完売したらしい。これあ、はい、ありがとうございます。生だ、生だ、生だ、お金だけもらって僕ら得しますけど、いや、マジ得です。よいしょ、陽気な人たち。生忘れとった。生忘れとった。どこで食べる？後ろ座る。あ、座る。座る。座ってみよう。ではでは、まず大阪王将でやんす。大阪王将の餃子。え、何それ、なんか不思議じゃない？なんか不思議やな、うん、これ、何、ガーリックバターソース、うん、とこれチーズの、チーズの、うん、チーズかかってるな、うん、ポテトもある。え、ほんまや、不思議やねんけど。斬新。よし、いただこう。ちゃん映ってるかも。ん？ちゃん映ってる。あ！はい。ちゃん行って。じゃあ、食べてみるわ。いただきます。うん、場所によって味ちゃうってこと？皮の中にパンパンに具入ってます。あ、で、ニンニクの味する。あ、でも揚げ、あ、でも美味しい。美味しいです。濃くない？濃い？濃い。すっごい濃い。すっごい濃い。一発目ではない。真ん中に出る。うん。いただきます。うん、カリッカリ。うん、揚げ餃子。うん、どうですか？肉だよな、うん、パンパンに入ってんねん、うん、タレ味する？タレの味あんません。タレ、タレやろ、うん、あんまり味せんかったよ、うん、謎のポテト、ポテトです。熱っ。ガツンと餃子の、そうやな、うん、お腹空いてたから美味しい、うん、美味しいな。このオーロラソースみたいなのバター、それがバター、ガーリックバターソースだなと思ってて、そんなに餃子の味が勝ってるな、ソースより、うん、そう、そうやな、バター感はあんまない、うん、ポテト食べてくれ。ナルミネさん、いただきました。いける？コカミラさん、いただきました。届け。今からワールドコンボ1
き3点上がってきていただいて113の記録を超えれば、超えればです。参加していただいた方には全員負けたとしてもこちらも超えます。誰か、ビールはどうでしょう。仕上がってますね。じゃあひとみさん113を超えることができればプレゼント、ジョッキもプレゼント。乾杯の前に何か一言言うていただいても結構なんですけども、決めてますか。本番楽しみにしとくんですか。わかりました。ではひとみさんのチャレンジでございます。じゃあこちらでかいつま先で立っていただきましていきましょうか。では、うまうまうまい。おお、いい、完璧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 、パワーが違う。一番素直な意見。パワーが違う。めちゃくちゃ幸せな気持ちになった、ね、食べることがそれが幸せでございます。トマト原因がそうなんです。皆さんに聞いてほしいこと、食べること、飲むこと、食べることが幸せでございます。美味しい。ひとみさんの食べてほしい数字は 106.1。 残念でございます。ただ106やからもうほぼ高則とか、ほぼ須崎さんです。そうすごい、ほぼ須崎さんです。はい、いいですね、こうやって気持ちいいでしょ、やっぱ叫ぶとね。このいい点数に恵まれまして、じゃあ続きまして、お父さん、お父さん来た、来た、イエーイ。そこの少年たちのどういう関係になるんでしょうか。実の息子と友人家族の息子が、息子とそんなわけない。そうかそうかね、みんなサッカーをやってて、で今日はみんなで遊びに来てくれたんですか。いやー、なるほど。パパいいとこ見せよう。そうね。息子さんとどこですか。息子さんは何小沢さん、一緒やけど、お二人ね、真ん中のお名前だ、聞いていいですか。食べたことない餃子。これは食べたことない。今日はな、皮が違う。おー、エースが来ております。でもあんまりトマト過ぎちゃうからさ、うん、もう言うこと決まってますか。わかりました。じゃあ見といてね、パパとパパのお友達のパパが頑張ります。では参りましょう、チャレンジ。でもこの周りにかかってるやつ美味しい。パパーありがとうね。さあということでパパの数値を見てみましょう。113を超えているのか。パパの数値は 116.7。 とポスターサイン入り振り返ってくださいね。いや、お父さん会社にしようかな。116、素晴らしいね。すげえ。さあ、では先手 OK でしょうか。わかりました。さあ、それではパパ頑張るので見といてください。参りましょう、チャレンジ頑張れ。セクランドアピトーマユーカモーカモーいけそうじゃない。いや、いいんじゃないか。いいじゃない。声がでかい、いい、高かった。思ってたより声が高かった。オマールエビの写真ね。いったいった先生。オマールエビ選手先生の声の声量でしたね。すごい。さあ109点。めっちゃ匂いする。頑張ってよ。すごい、香りがやばいな。香りがすごい。すごいわ。素晴らしいです。やっぱ自信あるじゃん。こっちがいいね、大空の中。116はすごいな。すごい、頑張ってね。雰囲気おとなしそうなままに見えるよ。ここという時では力強さにしていただきました。ありがとう。エビの味がすごい。めっちゃ怖いね。エビの味がすごい。
怖いです、パパ。そうか、普段から怒る時は怒らなあかんな。じゃあ最後ちょっと記念撮影を撮らせて、はいはい、じゃあ芸人の皆さんは前の方にいただきたいと思います、うん、中もエビじゃない？中もエビ、すごい。あ、ありがとうね。プラスも持ちましょうか。プラスも持ちましょうか。すごい。じゃあ持ってる人前にも座っていただいて、はい、皆さんこちら記念撮影タイムを設けたいと思いますので、うん、写真を撮っていただいた。効率を考え別々に並ぶことにしました。イエイ。じゃあ私介護まで仕事していただいて、現在の毎朝分を食べて聞いてたという、それぐらい大事です。スープは飲み干さないでって言われた。めっちゃ柚子のいい匂いする。やーばーばー、やーばーばー。美味しそうこれ。ふぅ、さてさて、チャンを待ちますね。これは麺は飲み干さないでって言われた。スープ、うん、スープスープは飲み干さないでって。で、めっちゃ餃子を浸して食べてって。ああ、なるほどね。キクラゲと合わせて、これ今が適温ですって言われた。あ、そうなの。はい、ちょっと時間経ってます。これは、うん、スープと一緒に担々麺、うん、スープと一緒に担々麺ちゃうわ、担々冷やしや、ちょっと温かいんです。いや、これも温かいじゃん。え、冷やしって書いてなかった？スープもあったもん。あ、水餃子か、うん、なるほどね、うん、こっちから食べよう。うん、はい。いただきます、うん、シェフじきじきやった。うまっ。え、うまい。うまっ。スープ、あ、え、キクラゲ置いといてやん。うん、もちろん柚子の、うん、そう、柚子、うん、そう、爽やかさがすごい、いいよな、美味しい。柚子はめっちゃ匂っとってん。もう柚子めっちゃ匂うもん。3個入ってるんでね、キクラゲちゃんとやっといてもらわんと。いきますね。うん、いかがですか？分からん。食べてるとき柚子あんま感じる。あ、そうな、うん、半分食べる、うん、もういらんの、うん、うん、スープがすごい、やっぱ豚骨、うん、でも柚子の風味で結構軽く感じる感じ、すごい美味しいです。食レポうまいやん。うん、すごい美味しいです。うまい。はい、次。はい、ありがとうございます。なんかそのお箸違うな、割り箸。次、タンタン、うん、タンタン。スープと一緒にお召し上がりください。あ、それはね、絶対コボさん取ってな、絶対コボさん取ってなって。お皿持って行って。豚骨の方が美味しい。そうなん。うん。
まあ、本格的な担々麺のスープ、いわゆる中華屋さんで食べる担々麺のスープ。え、ごま？ごまはあんまり感じないから。え、そうなん。え、なんでつける？つけてない、つけてない、大丈夫。大丈夫ちゃうやろ、汚れとるがな、うん、あれ使うわ。どうしよう。今んとこさ、何に投票するか決まってる、うん、え、何？黒豚のやつ。え、どれ？2番目に食べた。2番目に食べたやつ。はい、どうぞ。どうなんやろ、これ1個はでかいな。1個がでかい。なるほどね。ラー油多い。うん、ラー油が多い。なるほどね。だからあしらはあるよな、焼肉キングのやつが好きやからもうちょいクリーミーで、うん、ちょっと皮も分厚い。うん、皮も分厚い、水餃子。中のプリッとした皮も美味しいけど、うん、タレがあんまりすぐじゃないよ。なんせやな、ラー油がすごい。ああ、ラー油がすごいって感じでした。期待してただけにって感じ。ごま、担々麺のやつは食べたいって最初から言ってたから、うん、グーじゃないけど水餃子自体は美味しい、うん、私もっと皮薄くてもいいかな。あ、そうなんや。無理か、でも水餃子皮薄いの、うん、でも結構食べたよ。え、結構食べたよ、うん、チケットまだ余ってるけど、うん、じゃあ引き続き餃子しましょう。はい、やっとテントゲット。チャーハン食べたい？え、うっそやったで。じゃあ買ってくるわ。クレープ食べた。クレープ人気やん。めっちゃチーズの匂いする。熱っ、やばいぐらいチーズの匂いするんやけど。クレープと餃子。いや、いいよ、クレープ。クレープいらんの？うん、え、いるけど今じゃないってこと。マジ椅子神。椅子神。あれ、プレートなかった？キャンナ、キャンナ夫妻。私はミネラルと水。結構風強い。キャンナ3杯目。こんにちはです。でも大丈夫です。よかったよ。
俺も思ってる。良かったと思ってる。ここの店長がさ、飛んでさ、必死に足元さえつけてて、あ、手伝ってあげた。ご苦労様。女の子2人やってさ、これが抜けて飛んで。そのどこか。気をつけない。お疲れ様です。失礼します。こちらの声って聞こえますでしょうか。ちょっとおしゃべりいただいてもいいですか。はい、よろしくお願いします。普通に美味しい。よかったよ。高級チャーハン普通に美味しい。美味しいところどっかの店のやつ。あ、うん、かな。普通にパラパラ美味しい。よかったよ。びっくりした。みんなですね。まあちょっと食感だけど、うん、非常に美味しい。餃子もどうぞ。はい、じゃあ餃子もいただきます、はい、チーズの香りがごっつごっつすごいです。すごいパラメだ。クルトンもご一緒に。まあエビ、はい、本店の方は大丈夫なので、これエビ、エビいます。まあエビメイン、うん、あとトマティ。え、またトマト、イタリアンとトマト好きやな、うん、すぐトマトに逃げたがる。まあこんなもん。美味しいね。高い、高い、高い気がする。まあ、さすがミシュランって感じ。ごちそうさまです。ミシュラン？わかんない。ミシュランではないのか。よくわからんけど、まあ、有名なシェフのやつなのかな。ようわからんけど。なるほど、美味しいです。なんかピラフみたいやけど、え、めっちゃ美味しい。上手。上手よな。こっちも美味しいよな。じゃあ。なんかなんか中華って感じではないね。うん、ピラフ感もない。バター。バターなんかな。めっちゃ美味しい。え？だってピラフって思って食べてみて。マイジョッキで、うん、今マイサンナムジョッキ絶対もらえるサントリー生ビール。いや、チャーハンです。はい、サンナムです。一口じゃない、どんなに言ってもらえる。チャーハンはチャーハンです。ピラフではない。さっきこれ食べてんけど美味しかった。今のとこない。今のとこ1位。なんでやろうな、トマトやねんけど。なんか餃子っていうよりはパスタって感じだもんね。そうやな、パスタ感すごい。もう形もしっかりやけど、うん、パスタ感あるよな、うん、なんか美味しい、うん、パスタのトマトもまあまあ食べへんけど、なんか魚介エビ、うん、シンの味がすごいする。まさかの1位。はい、じゃあもう俺が好きなやつ買ってくる。あと2個、あと2個やから、うん、振りかけるやつと、あと俺がお好きなやつ買ってくる。行ってきました。ワビリちゃうねん。え、そっちやん。そっちの。いや、とりあえずゴミ捨てていこうかな。行ってきました。はーい、スマイルでーす。いい感じで皆
皆さん餃子いっぱい食べていただきたいと思います。あ、そっか、あ、そっか、日本スパンって書いてくれてる、ミスボッチって書いてくれてるやん。大阪は大阪ですね。海苔だけを食べるの、本当に。ベッドで食べて、今は。なんか、青森県の海苔。これから、これから海苔つけてて。どんどん海苔。ここまでセットや。楽しんでた。面白かった。さあ、じゃあ続きまして、山形県天井からの、戸田市の産業を食べてみます。じゃあ、これが、うま塩。プル揚げ餃子、旨味がすごい。ここのあのパウダー、これ旨塩です。種類ありました、緑茶とかシソとか、うん、で、旨塩を選びました。食べてみます。この海苔だけでは補えない辛味であったり、旨味であったりというのが全て入ってますので、はい、旨味がすごい。なるほど、なるほどね。何で緑なの？野菜とか。それは合うかも。わかりました。何でも緑。じゃあぜひ、ぜひいただいていただきたいと思います。わからん、ほうれん草でも入れてるんかしら。そうです、旨味がすごいです。貝、貝とか入って書いてあったやつ。うん、あ、出た。これは東京 MX、 あとキノコ、水様のが入ってる、わさびとポン酢、わさびちょっとつけてのポン酢でいってみます。リモートこの企画のもの、本郷さんめちゃくちゃ美味しいですよ、やっぱ風味がすごい爽やか。美味しいって何か思うけど、あっさり食べれます。なるほどね。美味しい、美味しいです。1位、香り、なるほど。1位は黒豚、一番匂い出ると中になんかトマト入ってる、今回は一番匂い出る。あれも看板やん。無料理でのドクドクな表現がなすことだから。変わるけど最高でございます。これもしかして味の素か。いや、分かんない。うまみ塩って書いてある。うまみ塩、お仕事がお忙しいと思うので今日も起きなせていただきますので、されて、あと投票しましたよ。ステッカーもらいました。7番の黒豚のあの餃子。
美味しかったです。それやな。楽しいんだね。しっかり見るだけやもん。満足しましたね。どう、美味しいやろ、もっと飲んでるね。まだ並ぶの？マイルドなビール。喉乾いたな。もうビールは飲んだから、お茶とか水欲しいな。どうせ700円。あれが俺の結婚式来たんやさ、酔っ払いすぎてやつ意外やったのピッチャー。あー、なるほど、はい、正解はピッチャー。当たるんかい、当てるなよ。当てないんかい、当てるんですか。何やんすか、800円。野球のルール知らんぐらい詳しくないから。美味しいもんね。ピッチャー知らんねん。なるほど、この時に当たるっていう可能性もありますね。そう、趣味側でボール飛んできてる。そうなんだ。何の変哲もないクレープやな。何やと思った？それは分かってるけど、具はないよね。そうやで。そうなの？そんなに大物なんですね。だって歴史観念バラバクって。いろんな国の。僕はラジオの時間があるから、僕はちょっと足早に早く行こうと思ってるのに、秀樹がちょっと待ってくださいって。皆さん暑い中ありがとうございます。はい、満足ちゃんがトイレ行ってるもんで、後ろに太陽の方います。皆さん、私たちは、私たちの餃子爆食いどうだったでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。あ、ちゃんと無駄毛処理もできてるちょっと生えてないブツブツやろ、大体の人間性ブツブツなん大体足ツルツルやけどいや、大体みんなも軽い熱中症らしいじゃん。頭痛い水分足りてない確実に水分と塩分足りてない私めっちゃミネラル飲んでたからな、頭痛い日焼けしたらしい。もう首の後ろ熱いまあ、健康的やん。ちゃんがね、並んでくれてたからね。私も、椅子が私を離さないって言ってきて、ほんまに。あれ、無機質なものやから、喋らへん。いや、ちゃん一人でかわいそうやから行きってって言ってるけどやめてって言ってきて。あ、もう、悲劇のヒロイン脳みそがね、かわいそうかわいそうちゃうわかわいそうみんな幸せよ。お腹いっぱいやね。最後のクレープすごかった。美味しかったけどね。バターやった。超バター、うん。餃子はちょっと飽きたわ。餃子も食べたな、いっぱい。うん、結構もういらんかも。あとで、ちょっと行きたい。太陽の塔ショップ。ああ、あそこな。うん。とりあえず。まず水分が水分飲みたいな、うん、飲んだ方がいいな。
水分ないと。え、あそこ違うやろ。違う。とりあえず安いとこで。あ、外にミノービールあったで。あ、そうなん。うん。え、見えへんかった。別にお茶。あ、お茶がいいせっかくやのにな。まあ、とりあえずまずお茶飲まない。じゃあレッツラ。ゴー。バイバイ太陽の子。見るかな。バイバイ太陽の子。はい、茶もバイバイして。こっちにや。暑いです。で、ウインナーがおりますわ。うん。囲んでる。囲んでます。食べたかったんで、モス。ずっと言うてますね。最近よ。休憩がてらモスです。うん。うん、あんまりなんか。スパイシー。うん。いや、チリコン。いや、美味しいよ。もっとパテよこせって感じ。ここにもっとパテをよこせ。まあ、美味しいです。白いけど、青に見える。あってもた、ほんまに50回払いやん50回払い何買いました。まあ、いっぱいチャウパで買いました。チャウパで買い物したん、大学生ぶりです。うま大学生ぶり。まあでももう一式買ってたね。まあでも全部可愛かった。え、全部似合ってた。うん、あと店員さんがいい人やった。そうやな、それ大事よな。うん、あよう歩いたわ。うまい。足痛いもん。あともうここはちゃめちゃに人多い多い。梅田ぐらい人おらん、うん、すごい。久々に満喫やな。うん、場内は大変混雑しておりますので立ち止まらずに。なんか今日ディズニーの花火が上がる日らしくって、ディズニーの有名な曲と花火がそういう音に合わせて上がる日らしくって、もうそれはね、私ら出てきちゃってるんで聞こえへんと思うんやけど、なんか結構みんな花火待ってるっぽくって帰ろうと思ってたけど、とりあえず座ってる。ここが見えるかどうかわからんねんけど、あそこに観覧車あって、この目の前に太陽の塔。
文化は分からんけど、ちょっと待ってみます。頑張れ。メッシュ、メッシュ、ファミチキ。まだ食べるんかいと思ってるんですよ。いやけど今日餃子しか食べてないからな。いや、ちゃうわ、さっきモス食べてたよ。あ、そう、モス久しぶりに食べたファミチキ、美味しいですね。あとレモン舐めて、うん、あと花火まで15分ぐらい、あ、20、10分ぐらい、うん、じゃあ涼しい、だいぶ涼しくなったな、うん、だいぶ涼しくなった。ちょっとなんなら寒いぐらい、うん、肌寒いぐらいになる。待ちます。シェフワン、うん、シェフワンの餃子優勝、うん、ヨネツグケンタさんの、うん、肉汁あふれる黒豚、うん、餃子、これ僕も投票しました。チャンノが優勝やったらしい、うん、俺が選んだやつが優勝。だって感動したもん、スマッツって。そうやった、うん、これも1位ですわ。味もうまいって言ってたよな。うん、言ってたよな。トマト食べれるかなって言っとったけど、いけとったやんな。あー、あれか。美味しゅうございました。ちなみにさ、もう始まってるはずやねんけど、うん、花火見えへんね、はい、見えへん。ここのみんな騙されてるの。俺が多分、あーって言ったらみんなそっち見ると。フルボッコにされる。フルボッコにされる。びっくりした。びっくりした。綺麗。全部ちゃうで。全部ちゃうで。すげえ。音楽は聞こえへんけどな。あ、ひこちゃん。すごい、結構嬉しいかも。いや、だいぶ特等席よな。No. 右斜め前って感じ。いい感じ。やったー、マヤーやろ。楽しいですか。Thank you.
表現してるの。来た来た思って終わんねんけど、観覧車でも終わったんかな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。